鉄道車両におけるハイブリッドでは、内燃機関と蓄電池やフライホイールなどのエネルギーを貯蔵する機構を閉鎖する鉄道車両について扱う。2000年代以降の環境意識の高まりは、従来自動車との比較でエネルギー効率が高く環境に優しいとされてきた鉄道車両の分野にも及びつつあり、より一層のエネルギー効率の向上が求められつつある。 ハイブリッド鉄道車両は、ディーゼルエンジンによって発電した電気を蓄電池にため、主電動機のみで駆動する、シリーズ方式とディーゼルエンジンと、主電動機の双方を直接駆動に用いる、パラレル方式の2つの方式に対別される。なお、方式については、事業者ごと、あるいは車両ごとに、独自の故障が使用されている場合がある。ハイブリッド機関車、機動車の利点としては、 回生ブレーキを使用して発生した電気を蓄電池に貯蔵するなどすることにより、従来は制動時に摩擦熱として捨てられていたエネルギーの回収が可能で、それを動力用として再利用できる点が挙げられる。また、立候時に必要とされる出力をエンジンだけに頼ることがなくなるため、エンジン稼働時間の短縮や消排気量化が可能となり、排出ガス量の低減。ただし、 欠点としては蓄電池の搭載により重量が増加するため、上り勾配の車度や距離などの条件次第ではむしろエネルギー効率が落ちることも考えられる。鉄道車両でのハイブリッド機構の開発、導入は特に機動車を中心に19世紀末から行われているが、20世紀末から21世紀にかけての環境意識の高まりとともに、さらなるエネルギー効率の向上を目指して、 各国で導入が進んでいる。日本の電気式機動車電気式の将来も参照日本国有鉄道時代から出力が低い割に重量が課題となる電気式機動車が敬遠されてきた日本では2000年代以降 JR 北海道を除く JR 旅客各社によりシリーズハイブリッド機動車という形で電気式機動車の導入への試行が行われた。日本で 電気式機動車が帰り見られるようになったことには次のような背景がある。なお、日本における電気式機動車の復権は当初、ハイブリッド機動車によって開始されたが、蓄電池を搭載しない純粋な電気式機動車の導入も広がりつつある。シリーズハイブリッドシリーズ方式、編集、シリーズハイブリッドも参照シリーズ方式は、エンジンで発電機を駆動して発電し、モーターを 車軸の駆動と改正に使用し、さらにエンジンで発電した、際の余剰電力及び改正ブレーキにより発生した電力を回収するための蓄電池を有するもので、電気式機動車に蓄電池を付加した形である。電気式機動車に発電機とモーターの間に大容量バッテリーを追加することにより、エンジンと発電機双方の小型化とエンジンの使用率低減を可能とし、効率を改善したのが、 シリーズ方式である。モーター駆動であるため出力制御が容易で、通常の内燃車に必須な変速機が不要であることが利点であるが、内燃車と電気車のシステムが共存するため、システム占有体積と重量が大きくなること、エンジン動力を一旦電気に変換する際に発生する熱エネルギーの損失が多く、改正制御が働かないと効率が落ちることが欠点となる。 パラレルハイブリッド、日野自動車、HIMR システムの例パラレル方式、編集、パラレルハイブリッドも参照パラレル方式は、搭載している複数の原動機を車輪の駆動に使用する方式である。エンジンの出力は、トルク回転数の関係にあるため、低回転時には十分なパワーが得られないばかりか、アイドリングを含めて効率が悪く、排出ガスの浄化能力も落ちる。一方、 モーターは起動時に最大トルクを発生するものが多い。そこで発進時や急加速時などエンジンが苦手とする熱効率が悪く有害排出物の多い範囲をモーターに受け持たせたものがパラレル方式である。マイルドハイブリッド方式もパラレル式の一種にあたる。ほかモーターアシスト方式もパラレル方式の別名である。一般的にハイブリッドというと自動車では パラレル式を指すことが多いが、鉄道においては2020年現在まで日本では量産化されておらず、少数派である。パラレル方式では、エンジンは従来の内燃車と遜色のない出力を備えるものが多く、内燃車同様変速機を介して車輪の駆動を行い、同時にモーターを用いた発電も行う。回生ブレーキの発電機としても用いられるモーターは、 発進から中速域までを受け持ち、車両総重量に比較して小型で出力も小さい。一般に、モーター1機で実現可能という設置重量を及び体積面とエンジンによる直接駆動もできるなどの効率面でシリーズ方式よりも優れている。ただし、双方の動力源の利点を活かすための構造や制御が複雑とされ、 モーター一機ゆえに発電と駆動を同時にできないという欠点がある。また、ハイブリッドシステム自体には速度を制御する機能が盛り込まれておらず、通常の来年車と同じように変速機が必要である。ほか、推進軸なども残るため駆動系の適切なメンテナンスが必要になり、推進軸の脱落による事故のリスクも残る。KIE991 系。 NE トレイン JR 東日本機配 E200 系、機動車キア E991 系、E995 系東日本旅客鉄道は、鉄道総合技術研究所と共同で2003年に、シリーズ方式のハイブリッド機動車キア E991 系、NE トレインを試作した。キア E991 型は、小型高出力、ディーゼルエンジン、ステンレス製の軽量車体、 効率的なパワーエレクトロニクスという有利な条件を区備している。将来の燃料電池導入もシリーズ式を採用した理由の一つとなっており、実際にキア E991 型は試験終了後の2008年にエンジンと発電機を燃料電池に積み替え、燃料電池ハイブリッド車両クモヤ E995 型となった。なお、この車両は、 燃料電池ハイブリッド車両としての試験を終えた後、燃料電池を下ろして、パンタグラフをつけ、河川からの電流で蓄電池を充電する、蓄電池電車の試験車に再改造されている。キハイ e 2 0 0 k キ i e 9 9 1型による試験の後、JR 東日本によって、世界初の営業用ハイブリッド機動車キハイ E200 型が製造されることになり、2007年夏より、 小海線に3両を投入し、営業運転を行いながら、長期試験を行っている。これらと E231 系電車の開発、導入によって、JR 東日本は、省エネ車両の継続的導入と、世界初のハイブリッド鉄道車両の開発、導入という理由により、第16回地球環境大賞の文部、科学大臣賞を受賞した。HBE300 系2010年に、 JR 東日本が導入した観光列車用ハイブリッド機動車。キハイ E200 系の量産型と言える。なお、この形式から形式名に HB- が付けられた。HBE210 系2015年に JR 東日本が戦績東北ライン用に導入したハイブリッド機動車。FVE991 系、E995 系と同様の燃料。 電池ハイブリッド方式の試験車両。トヨタ自動車との間で水素を活用した包括的な業務連携を締結しており、トヨタの協力により燃料電池技術が導入される。世界で初めて70波の高圧水素を利用し、最大1 4 0トルの走行が可能となるという。1M1T の2両編成で、建設費は開発費、試験費込みで40億円。 2021年度に登場予定で、落成後は、鶴見線、南部線で実証試験が行われる予定。キハ122系改造西日本旅客鉄道は2009年に、キハ122系機動車を試験的に改造し、マイルドハイブリッド方式の試験を行った。これは改生ブレーキの使用により発生した電力を蓄電池に蓄え、補え機類の駆動を中心に、 排気ガスを削減したい場合にエンジンの補助として使用するものである。8 7系 j r 西日本が2017年に運転を開始したクルーズトレイントワイライトエクスプレス随風用の車両。シリーズハイブリッド方式が採用された。h c 8 5系2 0 1 7年6月、東海旅客鉄道ではキハ8 5系機動車の置き換え用となる特急用。 新型機動車においてシリーズハイブリッド方式を採用することが発表された。形式名は HC85 系で2019年末に量産先行車が日本車両製造豊川製作所で落成した。長期試験後の2022年度に量産車を投入する計画となっている。キハ160系改造2007年10月北海道旅客鉄道は モーターアシスト方式ハイブリッド起動車の試作車として、同社のキハ160系起動車を改造した ITT を製作した。種車であるキハ160型は液体式起動車であったが、電子制御によるデュアルクラッチトランスミッションの導入により、機械式起動車となった。試作車がそうであったように既存の液体式起動車からの改造が容易であることが特徴として挙げられている。 JR 北海道のモーターアシスト方式ハイブリッド、機動車試作車は2007年11月から2009年1月頃まで営業線での試験運転を行った。キハ285系 JR 北海道では ITT で開発された技術を取り入れた車両としてキハ285系を製作した。しかし JR 北海道管内で不祥事が続発する中で 現状としては安全対策と新幹線の開業準備に限られた人、時間、資金等を優先的に投入する必要があると判断、コストとメンテナンスの両面から過大な使用であること、速度向上よりも安全対策を優先すること、従来形式での車両形式の統一によって予備車共通化による全体量数の抑制と、 機器共通化によるメンテナンス性の向上が図られることとして、試作車落成直前の2014年9月10日に開発の中止が発表された。YC1K2018 年1月、九州旅客鉄道が次世代車両として蓄電池搭載型ディーゼル、エレクトリック車両 YC1K を導入することが発表された。2018年6月に、川崎重工業兵庫工場で、 試作編成が落成、納入されている。JR 貨物 HD300 系機関車 HD-300 系日本貨物鉄道は2010年3月に東芝と共同で開発したハイブリッド機関車である HD300 系の試作車を導入した。この形式は小型ディーゼルエンジンと蓄電池を備えるシリーズハイブリッド方式を採用した入れ替え用機関車であり、 量産車は2012年から生産が開始された。本専用機関車については d f 2 0 0以降電気式となり、最近では2017年から DD200 型が製作されているが、これらは走行用の蓄電池を搭載せず従ってハイブリッド方式ではない。スマートベスト、近畿車両が開発するシリーズ式ハイブリッド機動車スマートベストの試験車が2012年に 落成した。この車両は JR 西日本及び JR 四国間内において試運転を行ったほか、2014年9月から12月にかけては規制本線において営業運転も実施している。なお、近畿車両ではこのシステムを自己充電型バッテリー電車と呼称している。パットン車のハイブリッド路面機動車アメリカの パットンモーター車のシステムは最初期のハイブリッド機動車、機関車の一例であり、ガスエレクトリック方式をとっていた。1889年2月25日に、ウィリアム・パットンによって特許が申請されており、試作車の構造に似た図が描かれている。1891年には、路面電車系の車両が、当時プルマン車のカンパニータウンであったイリノイ州、プルマンで、試験運用を行っており、 1897年には小型の機関車がアイオワ州シーダーホルスの路面電車会社に販売された。後者はガソリンエンジンで分巻発電機を回し、主電動機2機を駆動するとともに鉛蓄電池を充電するものであった。なお、この頃はハイブリッドという用語は用いられておらず、19世紀最末期から20世紀最初期にかけて初めてミックスドドライブ、 トレーンという言葉が用いられるようになった。1911年頃には、ベルギーの軍需企業であったアンシャン・エタブリスマン、ピーパー社のシステムを採用したハイブリッド機動車が、ベルギーの狂気鉄道網とフランスのグランデ・バンリュ鉄道に導入された。NZRRM 型イギリスのトーマストランスミッション車によるシステムはイギリスで使用され、ニュージーランドでは、 RM 型 RM2 として一両が1916年に導入された。チェコスロバキアの KD 社は1986年にハイブリッド方式の入れ替え機関車を試作した。この機関車は DA600 と名付けられ、1 9 0ットのディーゼルエンジンと4機のモーターを搭載。蓄電池はディーゼルエンジン、回生ブレーキ、 外部電源のいずれからも充電が可能で、最大出力は 360kW であった。製造後、ベリーム鉄道試験船で試運転と改良が行われ、オロモーツの機関区に貸し出された。試作車はそこで10年間使用されたが、蓄電池の調達が十分にできなかったため量産には至らなかった。ドイツのアルストームは2000年に行われたイノトランスに、コラディアリレックスの試作車を展示した。 この車両はフライホイールバッテリーを搭載したハイブリッド機動車でフライホイールは炭素繊維製である。なお、ディレックスは派生シリーズであるノルディック、コンチネンタル、ポリバレントとして量産されているがこれらにはハイブリッド車両は存在しない。また2013年にはウィリアムズ間一のグループ会社であるウィリアムズハイブリッドパワー車との提携を発表し2014年までに アルストムの路面電車シリーズであるスタディスにウィリアムズのハイブリッドシステムを搭載して試験を行うことを明らかにした。139系イギリスのパリーピープルムーバーズ社はフライホイールを用いたハイブリッド機動車システムを開発した。エンジン及び減速時の運動エネルギーの活用により積層後半のフライホイールを回し加速時には静油圧式無断変速機を介して 駆動に用いるもので、電気への変換は、補機類の稼働のためを除けば行われない。試験運用は2002年に、シュロップシャーとウスターシャーにまたがるセバ、ウンバレー鉄道で行われ、2006年からは2年間に、渡って、ウェストミッドランズにある、ストアブリッジタウン支線で日曜日限定で、営業運転が行われた。その後、ストアブリッジタウン支線では量産車の139、 型が導入され、2009年からすべての列車が139型によって運行されている。イギリスではこの他に2007年にインターシティ125の機関車である43型ディーゼル機関車43089に日立製作所が開発したハイブリッドシステムを搭載し、試験が行われている。このシステムはシリーズ方式によるもので、蓄電池は 機関車直後に連結された客車に搭載、発電システムは従来のまま変えず、蓄電池を直波装置を介して繋いだ上で、直流電動機から乾燥された交流電動機を VVVF インバータで制御した。日立製作所によれば、排出ガスは50%、燃料消費量は20%の削減が見込まれ、心臓車両の場合には、 さらなる燃料の節約が期待されるとされた。試験車両は、はやぶさと名付けられ、グレートセントラルレールウェイでの6ヶ月間の試験走行を経て、検測車のニューメジャーメントトレインに組み込まれ、時速2 0 0キロメートルでの走行試験が行われたが、その後、ハイブリッドシステムを下ろして、イーストミッドランズトレインズで通常運用についている。 ユニオンパシフィック鉄道の GG20 バイト型機関車、カナダのレールパワーテクノロジーズ社は、エンドや GE 製の入れ替え機関車のハイブリッド化改造車である GG20 バイト型を開発した。試験運用はアメリカで2004年に開始され、ユニオンパシフィック鉄道やカナディアンパシフィック鉄道から注文を受けている。これらは既存のディーゼル機関車と比べ、排出ガスを 最大90%燃料消費量を最大60%削減することが期待されている。元ゼネラルエレクトリック市会社で2019年からはワブテック参加の GE トランスポーテーションは2007年5月24日にロサンゼルスユニオン駅でハイブリッド機関車の試作車の展示を行った。エボリューションシリーズの一員となることが予想され。 2010年には2014年から2015年にかけての量産化を目指すとされたものの2018年時点では明確なスケジュールは明らかにされていない。ジョージア州サバンナでは2008年に観光用の路面電車であるリバーストリートストリートカーで当時運行されていたメルボルントラム W 型をバイオディーゼル燃料を用いたハイブリッド機動車に改造した。この車両は 翌2009年2月11日から定期運用を開始したが、この路線は2015年頃に運行を停止している。ロシアでは、シナラトランスポートマシーンズ社が2011年末に、1 0 9系のハイブリッド方式版である 109N 型を、リュディノフスキー機関車工場で製造し、2012年4月27日に、モスクワのリガ駅で展示された。4軸の入れ替え機関車で、 蓄電にはリチウムイオン電池と電気二重層コンデンサを駆動には交流モーターを用いており、発電機と電池、コンデンサの合計出力は 1200HP である。2013年には3両の量産先行車が製造されることになっており、また2014年と2016年に1両の導入予定が報じられている。 トランスマッシュホールディングは2019年8月28日にプロ・モーション・エキスポにてハイブリッド方式の入れ替え機関車の試作車を公開した。都市部での使用を考えた二軸の入れ替え機関車で 200kW のディーゼルエンジンと 240kW のリチウムイオン電池を搭載している。ロシア鉄道による使用が決定しており、2020年からの量産が予定されている。 ありがとうございます。